今日は機動戦士ガンダムシードフリーダムの特別版ラストシーンを解説していきます。この動画ではシードフリーダム特別版のネタバレが含まれますので、まだ見ていないよという方は劇場に突撃してきてくださいね。ということで、新たに追加されたエピローグカットを見ると、最終決戦を終えたキラとラクスのその後、そして世界の今後が見えてきました。今までも小説やフィナーレ特典のショートストーリーなどでシードフリーダムの後日談が少しずつ明らかにされてきたわけですが、今回のエピローグによってさらにその解像度が高まってきたというわけですね。それでは全ての資料や監督発言を踏まえて特別版ラストシーンを解説考察していきましょう。まず今回のエピローグで新たに明らかになった事実をおさらいしていきましょう。エピローグではコズミックイラ75、5月30日となっていましたが、最終決戦直前のブリーフィングではコズミックイラ75、5月24日23時57分って書いてあったので、時系列的には全てが終わった後、砂浜でのロマンティクス後ということになりますね。さて、エピローグでは暁島でキラとラクスが2人で会話する様子が描かれたわけですが、今回判明した新事実は大きく3つです。その3つというのは、ラクスの能力覚醒、キララクの現状、そしてパイスーの秘密。こちらですね。まずはじめに見ていきたいのは覚醒ラクスの能力。会話の中でキラがラクスに、もしかして僕の心を読んでる?というセリフがあり、微笑むラクスに対して、ラクスに嘘はつけないね、と語っています。これは戦いを経てラクスのアコード能力、人の心を読む能力が開花したことを表していますね。オルフェをはじめとしたアコードの皆様も相手の心を読むことで戦闘や計画を有利に進めていましたので、その能力を同じくアコードであるラクスも取得したということです。こうなるとシードフリーダムのラストに語ったラクスの言葉、私に話してください、あなたの心の中にあるたくさんの小さなことを、というのが、隠してでも全部わかってるからね、言ってみ、といった感じに聞こえてきて、ラクス様怖いってなりそうですが、まあ、なるわけないですね。ラクス様はそんなお方ではありませんよね。エピローグ内でも言葉で伝えることが大切と言っており、頭の中に浮かんだだけの言葉ではなく、自分の意思で相手に伝えようと思って発する言葉を大切にしたいということですね。また今回もう一つの能力が明らかになったんですが、これはですね、エピローグ内で実際に使用する場面があるんですが、劇場に行くとなんとその能力を体験することができます。なのでぜひ映画館に足を運んで実際に味わっていただきたいというふうに思います。ほんとね、しびれますからね。またラクスのアコード能力ですが、ラクス自身で完全に制御できていないのではないかというやり取りがありました。ノリノリでアコード能力を披露するラクスに対してキラが、大丈夫なの?と語るんですね。ここでキラが心配する理由としては、ラクスの能力が暴走したり周囲に漏れて知られてしまうといったことが考えられますが、さすがに暴走の恐れがある能力を使うことはないと思いますので、効果範囲の調整に失敗して周囲に漏れてしまうことを心配しているのでしょう。これに対してラクスは、コノエさんやハインラインさんがいろいろしてくれていると言います。ハインラインに関しては劇中でもとんでも武器を作っていましたし、アコードの能力が漏れないように対策してくれているという意味でしょう。じゃあコノエは何をしているのかといえば、万が一漏れが発生した時の警備関連ということが考えられますね。そして二つ目はキララクの現状ですね。エピローグの冒頭で二人が住む家について話している場面があるんですが、二人の家はカガリの別荘を借りるようで、地下には格納庫があり、すぐにアクセスできるとのことです。近くにはマリュウさんたちも住むと言っていたので、まあ、おそらくムーさんも一緒にいることでしょう。さらに先ほどのこの意識セキュリティも合わせると、万全の警備体制が敷かれているように思います。これは表舞台から退いた二人ですが、だからといって安全というわけではないからですね。小説版では戦いを終えた後の世界が描かれているんですが、ブルーコスモスが勢力を盛り返していることや、ユーラシアの弱体化、プラントの分裂など、世界が混沌となっていくことが示唆されています。そんな中、ラクスやキラのカリスマ性、圧倒的力を利用したいと考えるものは必ず出てくるはずで、アスラン曰く、彼らを躍起になって探しているものは多いということです。
そんなわけでキラとラックスの新居は万全のセキュリティで守られた場所であるべきで、まあ、それをみんなで用意しようということですね。ただですね、エピローグでこの家の話をする前にキラの気になるセリフがあったんですよね。それがしばらくこっちに入れそうだということ。ここで言うこっちというのは暁島のことですよね。となると最終決戦から10日も経っていないというのにキラはラクスを置いてどこかへお出かけしているということになります。でもキラは現在お尋ね者で、かつラクスと愛を確かめ合ったばかりなのに、そんなロマンティクス状態のキラを連れ出せるのは一体誰なんでしょうか。そうですね、カガリ様ですね。それがわかるのが最終決戦直後のカガリを描いたフィナーレ特典小説です。この時カガリはオーブの今後についてはみんなで力を合わせていこうと決意しているんですが、この後にアスランもキラもいるんだからという爆弾発言が飛び出しています。そう、隠居仕掛けているキラを引っ張り出す準備ができているということですね。そこに今回のエピローグでキラが駆り出されているであろうことが明らかになったので、これはカガリに呼び出されたということで間違いないですね。とはいえ小説版でカガリはキラとラクスがボロボロになるまで戦ったということを認めていて、これから世界は彼ら抜きでやっていかなきゃならないんだと述べていることから、戦場とは違い裏方の仕事を任せているのでしょう。ちなみにキラとラクスが住むカガリの別荘ですが、地下に格納庫があると言いました。そしてエピローグの背景には前振りが映っていたので、単純に考えれば使用後の前振りが格納されるんだろうなっていう感じです。ですが今回の前振り、やたらピカピカになっており、修理されたような雰囲気でしたよね。そして過去の福田監督の X、 多分またフリーダムは暁島地下で修理と回収を受けるだろうしというポスト、このことから回収されたストフリ錦にプラウドディフェンダーを乗せた前振りが自宅の地下格納庫に備えてあるっていうことなんですかね。1週間程度で修理回収するオーブパワーもヤバすぎます。そして同じ速度でキラを呼び出すカガリ様もヤバすぎ、いや素晴らしい求心力ですね。そして最後はラクスが着ていたパイロットスーツの秘密ですね。劇場版公開当初から話題になっていたこちらのパイス、今回その秘密が明らかになりました。それがハインライン開発の新素材を使用しているとのこと。ただの H スーツというわけじゃなかったんですね。ちゃんと意味があって着ていたわけです。しかしあの世界においてもひときわ異質なパイス、誰も何も思わなかったのかというのが疑問として残っていたわけです。そこに来て今回のキラさんの発言、ねえラクス、あのスーツは？ゴリゴリに意識していたわけですね。映画のラストでは戦いを終えた二人が服を脱ぎ捨て砂浜で立つシーンがあるわけですが、ここに関してはこのチャンネルでも砂浜のロマンティクスなどと言ってきました。とはいえあの二人は、まあ、海水浴を楽しんだだけだろうと、まあ、そう思った方もいたことでしょう。いやでもですね、今回のエピローグを聞いて改めて二人の若い男女がそこにいることを思い知りました。うん、素晴らしい。妄想の部分を一旦置いておいても、こういったキラの年相応の反応を見ることができるというのはシードフリーダムの面白いところだなというふうに思いますね。そのキラの反応を聞いたラクスもね、もう最高だったので、ぜひ劇場に足を運んで体験してみてくださいね。ということでシードフリーダムのエピローグについてお話ししてきたわけですが、今回制作陣はなぜエピローグを公開したのでしょうか。まあ、これは結構期待も入っているところなんですが、公式として続編につなげる意図があるんじゃないかと思うわけですね。シード世界の問題は相変わらず続いているんですが、キラとラクスの問題は一旦の解決をしたわけです。ただ今回のエピローグでキラの新たな動きが見えてきましたし、ラクスの能力の開花を示して切り札的な要素も付与されたわけです。となるとキラやラクスの直接的な話ではないにしろ、先につながる物語の伏線を入れ込んでいるようにも見えますね。となると第2弾のエピローグは今後の世界の主役になるアスラン&カガリというのが、まあ、順当ですよね。変わっていく世界に対して2人がどんな世界にしていきたいのか、何をすべきかといった部分が語られるのではないでしょうか。まあ、全然普通の日常会話でもいいんですけどね。ただそうなると残ったもう一組、シンとルナマリア組はどうなるのかという疑問が生まれてきますよね。
ここに関しては監督の舞台挨拶やポストでも示唆されているフリーダム強奪事件の映像化特典としてついてくるのではないでしょうか。フリーダム強奪事件に関してはアグネスの関わりも強いですからね。シンルナに関してはここで語られるものと予想します。まあ、というより第2弾でアスランとカガレに触れないとオーブ民の暴動が起きる気がするんですよね。第2弾エピローグでシンルナが流れて大荒れ仕掛けた直後、シードジャスティス制作決定みたいな流れがあったりしたら、まあね、焦点しますね。まあ、今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではガンダムシードフリーダムを解説考察していきますので、高評価チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それではまた。エンドロール終わった後に右下にエイリンって出て、あれこれもしかしてエピローグないと思ったんですけど、ちゃんとあって安心しましたね。